こんにちは。私がシーンで購入した誰でもニュージーンズになれるウィッグを紹介しようと思います。ニュージーンズの特徴って言ったら、あのストッパーをかけたようなもうサラサラのまっすぐなストレートヘアだと思うんですけど、なんとそのストレートヘアがシーンのウィッグで再現できるという。今回初めてシーンでウィッグを買ってみたんですけど、袋に入って届きました。開けるとこんな感じで、ウィッグっていうかこうやってパッチン止めがついているヘアピースなんですけど、以前にもおすすめのヘアピースがありますという感じで動画を出したんですけど、それに似た感じの、今回はストレートヘアバージョンです。私髪が黒いのでブラックを買ったんですけど、色味はこんな感じ。真っ黒っていうよりかはちょっと茶色っぽいような感じです。私の今の髪の毛の長さがこれぐらいなんですけど、肩つくぐらいの、もともとウルフにしていたのが伸びたような感じです。じゃあ早速つけていきたいと思います。ウィッグがストレートヘアなので、その下ごしらえ、下ごしらえ、下準備として手をまずストレートにします。なんかバンドマンみたい。パッチンタイプのウィッグは髪を2つに分けて、その分けたところにパチッとつけていく感じなので、なんか口コミにもあったんですけど、これ1個だと結構毛量が足りないっていう人もいて、一応2つ買いました。でもとりあえず1個でつけてみます。つけたら上の部分を外す。全体をちょっとブラシします。こんな感じのストレートヘアに、胸下、全然下ぐらいまである、結構長い長めのウィッグです。この刺すようなストレート具合がまさにニュージーンズのロングヘアだと思いませんか？日光に当てると結構私の黒染め部分が分かりやすいと思うんですけど、この赤茶っぽくなってるところですね。簡単。後ろから見た感じはどうでしょうか？こんな感じでサラサラで毛質は全然いいです。このウィッグはこの横幅がちょっと短い分ここまで来ないので、今ね終わりがこの辺にあるんですけど、こうやって耳にもかけやすくて、アテンションできるかな。普通に絡まっちゃうんでご注意ください。ニュージーンズって前髪ないオアショートバングっていうイメージなんですけど、わお、なんかイメージ的にこうやって前髪をかき上げて、前髪がないのよね。なんか私がするとさ、すごいお姉さん、まあお姉さんなんだけど。でこれは1個つけたんですけど、2個付けパターン、クステもそうだけど2つつけた方がより髪になじむので、ちょっと2つつけてみます。お、重たい。頭が重たい。2つつけるとこんな感じ。地毛の必要が控えめになりますね。やっぱり頭がちょっと重たくなります。後ろどうでしょうか？お外に出るときは全然これでもお外出れると思うんですけど、帽子があると固定されるので、結構なんていうのかな、安心する。なんかいるよね、ちょっとスケート、ストリートガールか、ストリートガールっぽい感じ。髪が長いってだけでさ、ちょっとメンズっぽいアイテムも可愛くなるからいいよな。お外に出た時はどうしてもウィッグってどうしても絡まりやすくて、ブラシ必須です。すぐ絡まるので、なんかこの絡まりって静電気で起きてるので、私はお出かけする時は静電気防止スプレーをね、ウィッグにシュッと振りかけるんですけど、それでもやっぱり絡まってしまうので、必ずブラシと一緒にお出かけしてください。写真を撮ったりとかお出かけするときなら全然いいと思います。こんだけ長いと、そしてこんなにストレートだと結構迫力がある。エクステよりつけるのも外すのもだいぶ簡単なので、ニュージーンズになりたい方は買ってみてください。